はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。いきなりなんですが、はい、お詫びと訂正がございます。お詫びと訂正。はい、ちょっと前にやった声優暗記ハイランダー対決の冒頭にて、はいはい、ハネムンさんがね、リサさんと、鈴木達夫さんが結婚されたと話をしましたが、正しくは鈴木達久さんでございました。あ、そうですね、はい、大変申し訳ない、ちょっと覚え違いをしておりまして、はいはいはい、でさらに、ワンツーマジックの、はいはい、大関エリさんの漢字が間違っておりました。ああ、なるほどなるほど。もう、はいはい、申し訳ございませんでした。はい、本当にすみません、ね。はい、さらに進化の導き手レイダーの声優が、田中涼子さんだと記載しておりましたが、正しくは原さんでした。原さゆりさん、ね。原さゆりさんでした。はい。はいはい、まあまあ、まあ、まあ申し訳ないですね、はい、さらに、はい、聖なる槍使いの声優の、はい、真央さんに名前に誤字がありましたと、うん、真央さんの名前に誤字、はい、ああ間違いすぎでは、ああまあまあちょっとねすげえ間違える ね、まあ、最初の俺がだけど残りの3つ全部お前じゃん、言うっすねいやね、はいはい、なんかね、一つ言い訳をさせてもらうと、うん、お前のメモが汚すぎて、うん、紙からパソコンにこう書き写すときに間違っちゃったんだよね、うん、もう自分が読めればいいからね。いやちょっと待って、でもあまりにもひどいもんがあるんですよ。ちょっとここにあるんですけど、ハネムーンさんのメモがあるんですけど、はいはい、いろいろ言いたいことがありまして、はいはい、お前分かって自分で覚えてるかどうか分かんないけど、うん、フロートボードマーセナリーのことなんて書いた？え、都会の鉄板。そう、都会の鉄板っていや、都会の鉄板って書くで、フロートボードマーセナリーって書けよ。なんでなんで都会の鉄板って書いたの？わかるじゃん。わかんねえよ。わかるよ、都会の鉄板。まあ出されなかったけどね、試合中出されなかったけど、なんだ都会の鉄板ってみたいな。まあこれだってまだいい方ですよ。じゃあ、鉄槌の僧侶のことなんて書いたお前？ハゲ？いやね、悪行ハゲって書いた。悪行ハゲあってんじゃん。ハゲだけでいいじゃん、じゃあ。何この悪行ハゲって。いいじゃん、悪行ハゲさん。なんで勝手にさ、いいじゃん。作るかね。いや、作ってない。いつもそう呼んでんじゃん。いやいや、悪行ハゲ、うん、でもさ、こういうさ、ちゃんとした書類に関してはさ、ちゃんとした書類だったそれしっかりしてほしいというところが私あるんですけど、あそう、はい、極めつけはこれですよ、はいはい、ゆいがの一刀、なんて書いたお前、見開いて武器の名前じゃん。書いてない、どこにも。いやいやいや、どこにも書いてないんだよ、ゆいがの一刀のところに見開いてなんて書いてある。マゼルベインのやつとかならまだわかるよ。見開いてってお前わかるじゃん。ギリギリな。ギリギリわかるけど、まあこういうね、ハネムーンさんのメモが汚いがために、汚いがためにこういうミスがこう乱発されてしまって、もう大変申し訳ないと。全部関係ないじゃん。まあでもね、我々は人間だから、間違えるわけですよ。はい、何そのなんか俺のミスみたいになってる。おめえだよ、間違える。間違えた時に、ちゃんと謝るのが大事。はい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 、そして謝られた方も、ちゃんといいよって。許してあげることが大事だなと私つくづく思ったんで、ああ本当、まあ、今日はこんなルールをご用意させていただきました。はい、本日はマッタ対決でございます。はい、動画のコメントにあったやつを参考にさせていただいただけなんですけど、なんか関係あった？もうまあルールを説明させていただきましょう。はい、ローテーションです。嘘です。アンリビです。はい早速、はい、アンリビでやらせていただきます。はい、フォロワーの攻撃でしか相手リーダーにダメージを与えることができません。まあだから今流行ってる心理の術式だとか、こうユニオンバーストみたいにスペレアフォロワーの効果でリーダーの顔は削れないということですね。まあ自称はいいんですけど、こうウィルバートやユリウスみたいに相手の行動によってダメージを与える系もなしでお願いします。まあまあ顔に直接ダメージはまあ基本なしという、そうですね、フォロワーの攻撃でお願いします。でこっからです。お互いに1ターンに1回だけ待ったが使えると、で相手の攻撃を止めることができるのね。なるほどね。はい、ですのでお互いがお互いはフォロワーで攻撃を行う際に必ず攻撃先を宣言して相手がその攻撃を通す許可を出してから攻撃してください。ああなるほどね。はい、マッタするのはまあそのタイミングで、そう宣言したタイミングで、あ、はいはい、通すのかマッタするのか。マッタは一旦に1回しか使えない。1回ね、うん、まあ使わなくてもいい、はい、あ、はい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 、はい、全部通してもいいんだね。はい、マッタを受けたフォロワーは、そのターン攻撃ができなくなります。なるほど、はい、2回攻撃とかもできないということですね。もう終わり、攻撃済みとして扱う。はい、わかりました。はい、あと注意点としては、はい、攻撃宣言が通った後に、まあ、フォロワーを進化したりだとか強化したりだとか目的の対象を攻撃対象を変えるだとか、そういうことは禁止。まあ基本通したらまあ一発で通してってことで、そう宣言が通ったらもう即攻撃、はい、宣言して通して待った使われた後に他のフォロワーを強化して殴るのはいいんだよね。俺それは OK、 OK、はい、分かりました。まあ毎ターン攻撃が1回防がれてしまうっていう状況で、まあどういうデッキを作るのか、どういう戦術でいくのかっていうことを考えるのが大事ですね。任せてくれ。
さあ始まりました。はい、待った対決ということで、はい、一旦に一回相手の攻撃を待ったかけられるという、はい、なんともハートフルな、ハートフル、ハートフル、あの思いやりにあふれてるという、ああなるほどね、はい、そういうやつでございます。はい、わお。ハネムーンさんはあれですね、ウィッチですね。ウィッチです。私はビショップですよ、はい、いやー天井したんで。ああそうかそうか、 そこでね、はい、はい、さあどんなマッタが見れるのかな。まあ1ターン目は、ああなるほどね、気をつけてくださいね、マダンは打てないんでね。かわいい、はい、聞いてた、マダンは打てないからな。やっぱり変態。ああかわいい、全然聞いてない。いやいやもう、ああはい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 、なるほどね、はい、これスネープリーです、はい、あースネープリー、はい、さあこっからもう出るんじゃないか。なるほど、はい、攻撃クレイゴーレムが、はい、スネークプリーストに攻撃するわ。待った。エンドです。エンドか、はい、はあ、これど大変そうだね。あね、いやスネープリー攻撃しねえよ。あ、待ってよ、待った。しねえわつってんのにだ。はいはい、すいません。はいはいはい。まあ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 って感じよね。どうしよっかな俺。知恵。もうなんかクオンじゃん。ちょうどいいなこれ。ああ最悪。それは最悪。あーラッキー。じゃあカオスウィザード攻撃。カオスウィザード通します。はい、はい、エンドでーす。マッタ言わしてくんねー。こいつさてはマッタ言わしてくんねーな。はい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 、ソニアです。ソニア、はい、進化です。クレイゴーレムに攻撃。マッタ、はい、いいの、これはマッタされて全然いいやつです。あーなるほどね、そのためのソニアです。はい、素晴らしい、ぶっ刺さりましたねこれはね。ぶっ刺されよ、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 ぶっ刺されですね。あーどうしよっかな、待てこれタイミング大事だぞ、これ待ったのタイミングめちゃくちゃ大事だぞ。困ったな、超大事だよこれ。さあ予習はしてきた、はいはい、まあ進化するだけはただね、はい、そうね、全力出した、はい、成長した、はい、あーあーあああ、ぶん回ってるね。なるほどな、スキロックか、じゃあこうだな。うわ最悪だな。それは最悪だな。さあどうするの、どうしようかな。クレイゴーレム、カオスウィザード強化の順で殴るわ。ああなるほどですね、強化待った。オッケー、はい、いや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 、まあそうだよな、はい、エンドです、はい、いやこれ今度困るのは俺よ。ああいいね、そうか、今は強化を止めればよかったわけだな。そう、強化を止めればいいよ。ああどうしようかな、これ大事よここ。あ強化を止め、強化を倒した方がいいのか、倒す必要は果たしてないのか。ないのか。いや困るね、イニシエの聖域を置いて、はいはい、ソニアで顔、顔、はい、なるほど、その状況でソニア顔か、はい、あなるほどね、はい、ソニア顔です、ソニア顔か、はい、あなるほどね、ソニア顔を、ソニア顔、じゃあ、はい、待った待った、了解、進化、うん、1ターン1回なんで、もうこれは待ったできません。バロンが強化に攻撃します。で、ターンエンド、よしよし、いやうまいね、うん、うまいわ、いやコントロールしたわ、うまく、ガーッ。それはうまい、うまくコントロールした、それはうまいわ。あ、そう、ああうまくコントロールしました。ああうめ、してやられたね、ああしてやってやったぜ、してやられたね、やってやったぜ、してやられたね。ならば眠れ置いて、大変だ、なるほどね、はい、なら眠か、なら眠で、
ナラネム強いんだよな。でもモニカのがもっと強いんだな。なるほど、まあ進化はできるからな。進化はできるから、まあならばネムラは取られちゃう。ナラネム、ナラネム取られちゃう。ブルーフラッシュ、はい。困ったな。モニカでスネークプリスに攻撃、はい、待った。オッケー、じゃあ鬼呼びの同士です。おーやるねやるね。はい、行きましょう。待った、一旦一度のみ、エンドだ。かーやるねさあどうだい、どうしよっかな。どうしよっかな。さあ迷え惑え。これ置いて、お、あー出た。今度はすげえうまく使われた。今度はうまく使ったな。でまあさすがに、どうしようかな。いや待てよこれ、いやこれ耐えんのはちょっと無理だな。こうだな。おい先導者、オッケー、66。はあ、まあまあ、さエンドだな俺は。待てよ、ちょっと待って、8でしょ。はあ、はあ、困ったな。どうしようかな。いや俺もどうしようかな。次のターン出るんだよな結構な。結構は、結構は出る、結構は出るんだけど、だったら、はい、さあどうしてくる。いや迷うなこれこれ俺も大事よ、待った、大事よこれ、マジ大事よこれ。大事だね。まあでもこれやったところで相手はこれ無理なんだから、これ出してやっぱこれでいいや。これ打って、あーつらい、つらい、打って、つらい。モニカから、モニカ、モーラ、同士って殴るわ。モニカ待った。はい、あーまあまあそうだよなそうだよな。まあ出た、さあ2体出た。あさあどうなん、いや失敗したこれ、使えばよかったな。いや無事はさあどうしようかな。まあこれを出すか、これが刺さるな。刺さるはカードがあるか、これが刺さる。オッケー、サーレン、お前なんだ。これは刺さる、あとても刺さる、刺さるね、これは刺さる、刺さるね。で、まあ、攻撃しないでエンド、しないでエンドか、はい、さあどうしてくるかな。いや困ったね。じゃあモニカでバロンに攻撃、はい、モニカでバロン攻撃、はい、待った待った、はい、よーし止めたぞ。モニカはもう無力か。オッケー、ヒョリンマルそういうことか、ヒョリンマル。あーどうすっかな、こいつが進化時効果があるので殺す、強えわ。聞きましょうかね。あーやばいな、そろそろスペルブーストが溜まってそうだ。聞きましょうかね。やばい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 。動詞呼ぶ、鬼呼び、あーそれは動ける。あーバロン取られちゃうな。どうする、あモニカが動かねえけど、ガーディアンフォックスか迷うなそいつ。あまあ取ろうと思えば取れるぐらいの勢いか。もちろん、なるほど、ね、まあフレです。はい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 、フレですか、重いな、フレですは重いな。なあまずいな。いやここは待ちかな。エンドエンド、はい、フレですか。ヘビーだろフレです、フレですヘビーだね、うん、ね、こうして、いやー微妙だな、どうしよっかな。アテナ置いて、ほう、ね、
待てよ、ガーディアンフォックスで鬼を見ろ同士攻撃。はあ、それは美味しいな。トース。ああ、トースされた。じゃあエンド。剥がせるんだもん。それは美味しいわ。いやー、ここで釣りたかったんだけどな、ダメだ。釣れなかった。ああ、それはだって美味しいもん、こっちにとっては。これは釣れなかった。ああ、こっちにとって美味しいから、ね。まあでも突進ができなくなるからね。ああ、まあね。式神の突進ができなくなるから。ね、いやー、殴ってからアテナでつけりゃよかった。殴ってからアテナだったな。まあそれもまた正解だね。じゃあフレデスでアテナにアタック。アテナアタックね。考えるね。考えるね。フレデスアテナアタック、はい、通さず待った。止まりましたね、はい。あ、したら熱い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 。さあ変態さんは許さない。インフィニットだね。インフィニット、まあインフィニットあたりでいいかな。まあ両方突破できちゃうね。そうなんだよな。あ、まあそれ迷うよね。まあ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 、いやでかいの残ってちょっとやだよ俺も。式が見てた。はいはいはい。まあダリーな。ダリーだろ。はいはい。金ほう。ベルエン。はい。フレーブですら取る。なんだと。あー、でけー。いくつだそいつ。よいしょー、10。うわー、やば。さあどうする。やば。いやー、もうほんとそいつ用にずっと取っといたわこいつ。あじゃあ暴起でベルエンにアタック。トス、はい、トース。ほんと、はい。モーラでベルエンにアタック。トース。はい。じゃあ、エンドです。エンド、いいのそれ。いいよ、引かなくていいの。なんだよそれ。なんだよそれ、バカ野郎。さて不正でやっからだ、全部。おいよ、不正で。全部不正でやっからだ。不正で見ろか、マジで。俺の待った対象が決まったな。常にこいつを止めなきゃいけねえことになるな。そうなんだよな。いや、マジか、そういう感じか。ええ。これで、虎視眈々と狙ってたんだな、お前。淡々とな。いけ！ソードオブフェニックス決まった！さあ、これターンエンドだな。さあ、まあ、こいつが加わる。はい。ああ、どうすっかな。じゃあ。はい。真実の狂信者でバロンにアタック。通します。ひょうりん丸、また3発目それ。3発目ひょうりん丸。いや俺は待ったできないよ。あいつが動きが終わるまで俺待ったできないよ。ひょうりん丸、はい、クラシカル、はいはいはい。モーラー、はいはい、進化増やして、ここでいっかな。OK。 いやもうそれもう通すよ。あ、通す？それ通す、いいすか？それ通すよ。いいすか？クラシカル通します。いや絶対通します、はい。一応顔当てのあるけど大丈夫ですか？大丈夫です、通します、通します、はい、通します。あ、ほんと、はい。じゃあ開脈で。だけどそいつは通さない。だけどそいつは通さない。じゃあもう一回出てきていただきましょうね。さあ一旦に防げるのは一体まででしたっけ？限界よこれ。防げるのは一体まででしたよね。ああなるほど。2回まあ防がれるか。2回防がれるか。ああじゃあ果たして3回目はどうかな。じゃあ殴るわ。通します。
あ、通す。どっち通します。あ、じゃあ17の方、17の方、あ、通します、通します、はい、通します。じゃあ20の方止めます。あ、止めます、はい、あ、ほんと。じゃあもう一回出てきていただきましょうかね。はい、さあ次、俺ここで一回待ったをある中で、まるある中で、さあ待った一回あるけど止めなきゃいけないのね。そう、止めてください、ね、止められるのか俺に。こうだろ、こうだろ、こうだろ。大丈夫かこれ。この貧弱なあれで、集合か、貧弱なあれでいけんのか。出したね。いや、でもな、今のところどうしようもないので。危な。やめろ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 、鬼呼びとか引くでそんなんで。お前ダメか、引こうね。やめろやめろやめろ、怖え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 。あー、引こうね。あー、怖え怖え怖え。ただニコスではどうしようもできない。確かに。ああ、いや、これただの遅延の可能性があるぞ。じゃあ、はいはい、スネークビスに攻撃します。2017で。あ、よろしい、よろしい、はい、よろしい。じゃあベルエンに攻撃します。よろしい。あ、よろしい、ほんと。じゃあ2020だけど、それは待っただだけど、それは待っただ。エンドです。まあ、さすがにもう出ない。はい、さあこれバロンが出て、果たしてだな、果たしてだぞ。これやるしかねえか。ほう、まだ何かあるか。あるんだよ俺。何、何があるというのだ。チェキババなんだよね俺。チェキババだと。チェキババなんだよ俺。チェキババ、うん、あ、よかった。なんとかなった、なんとかなったぞ。うわー、めんどくせー。マジで俺は耐えるぞ。チェキババ、俺は耐えるぞ。はぁ、あ、マジか。じゃあ暴起でバロンにアタック。どうします、どうします。はい、はい、あー、やーば、やーば、うわ、やーば、何をされてるのやら。なんでしょうね。やばいなやばいなやばいな。いやー、で、じゃあカオスウィザードでバロン54の方に殴ります。カオスウィザードの54の方に殴るのね。うん、54の方に殴るのね。そう、なんだ54の方に殴る理由は。54の方に殴る理由を考えさせてくれ。54の方に殴る理由はなぜだか俺は知りたい。はい、分かったわ。何、これ鬼呼びかなんかが控えてて、枠を開けるたびにわざと死のうとしてるんだ、うん、ってことで待った、待った。はい、なるほど。なんでもありじゃねえか。それだったら、そんなのやめたら。じゃあ残念でしたね。そんなのやめたら、なんだってありじゃねえかよ。もうマッター使ったんで顔に行かせていただきますわ。あ、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でございました。いやー、なんかまあ一つ悔やまれるの、俺アテナでシールドつけてよくわかんない鬼呼びの同期を取ろうとしてたとか、あそこもったいないな。あ、なるほどね。あ、なんかね、勝手に待ったしてくれるもんだと思ってた。これ絶対止まるからと思ってで、止めたところアテナ進化で上からフレデスとか取ろうと思ってたの。 あ通るんだと思って。いや、シールド剥がせるからさ。うん、そうだよね。だったらそうだね、鬼呼びで普通に殴ってから、殴ってからアテナ後から出して、そう、進化だった ね、まあ、そうだね。難しいよね。ああ、鬼呼びシールドつけてから行っちゃったら失敗したなと思って。いや、なんかそういう結局なんかいろいろ考えなきゃいけないことがいっぱいあるじゃん、はいはいはい、最初の方の試合で、はいはい、でもめんどくせえなと思って、最後にあのカービィクの電源車2体出したら相手はどっちかしか防げなくて死ぬって思ってこれにしました。まあ、なんだろう、3体出たしな。そう、うん、もうなんか序盤いいやと思って、止められて何されても別にいいやと思って、いいと思って、でも出した感じだと、うん、最後カービィク出ればいいやと思いました。一生懸命考えてたろうな。いや、なんか守護ビショップだったじゃん、はい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 、で、神聖なる先導者が出てたじゃん、はい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 、だあれをもう奇襲で出そうと思ってて、いや、あれ強えわ。場にいるやつの中で一回マッタを吐かせて、はい、でなんか適当に顔を4点殴りますみたいなのをマッタさせて、うん、で聖騎なる先導者を5コスで出してフェザーダッシュで走らせて20点っていうのを狙ってたんだけど、はい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 、いやー、ダメだった。まあ、なるほどなるほどなるほど。あとは普通にソニアとかが強いから。いや、わかるわかる、うん、そのすごい思った。
俺も爆撃とか打てなくてさ、うわっと思ったけど、うん、なんか偶然にもダイグレンを3枚入れるっていうこの適当なデッキに あれが刺さるっていう、あれがめちゃくちゃ刺さるっていうな。びっくりしちゃった。よくわかんないことに。いやなんかアグロで来られたら結局やべえと思ってファイアチェーンとかダイグレンとか入れて、あーなるほどね、アグロフラン潰そうと思ったんだけど、あまあそう俺も主語だからアグロは防いでたんだけどね、アマツとか来られたらゲロゲロと思ってたけど、あー、うん、まあ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 わかる。まあこの特殊ルールにおいてアマツなんて使ってこねえだろうというね、まあ、いやまああのね、開闢の預言者も使わねえだろうと思ったでしょ。いや開闢はまだ許せる、うん、で許せ俺アマツ用に俺安息の狂信者入れたから、ね、ならば眠れっつってこいつ攻撃しなくてもいいからなるほど、ね、勝手に効果で発動してくれるからアマツ用にアマツ用にこんなのも入れてすごいな、お互い相手の性格の悪さを読んでる。そうそうそうでチェキババは4つ一応確定にしたしみたいな。ああほんと、うん、まあ別にでしたね。いや強えわ。まあ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 、いやでっかいの入れてこないと思ったんだよね。一回でっかいの待ったされちゃうのってすごい弱いから、はい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 、横に並べて、うん、まあ一点のうち一つを待ったさせて、なんか4点ずつ与えるみたいな戦法ででっかいのは来ないと思ったのよ。いやだからそんな確定職入れなかったんだけど、フレデスどっかの、フレデスがもうマジかよ、お前こんなの入れてんのかよと思って。あフレデス最近ハマってるんですよ。ハマってんだこれしとくと結構な確率でどうしようもないってまあなー、いやもっと確定職入れときゃよかった、はい、まあまあまあ、まあ開闢にどうしようもなんないんだけどね。はい、ということで、一ターンに一回相手の攻撃を止められる待った対決でございました。面白かったと思います。はい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。